何やらすごいことになっておりますね。スクエニ・キルー社長、 FF16、 さらに FF7 リバース、ホームスターズの売り上げが全て会社の期待を下回ったと、このような発言がございました。スクエニ株が一時ストップ安、パイプライン整理に伴い、この2年間で稼げる玉が少なくなってしまったのではないかと、そのような、懸念点をですね、投資家の方がされていると。キルー社長は投資家向けに行われた説明会において、 FF16、 さらに FF7 リバース、ホームスターズの売り上げが全て会社が期待していた内容をですね、下回ってしまったと、そちらを明言されました。特に16に関しましては、発売直後は想定の範囲内であっても、その後勢いが維持ができなかったと。結果として年度内の目標に対して未達に終わってしまったと。そして純粋にセブンリバースと、ホームスターズについては、ここの初速のところかな、会社の想定に、届いていなかったと、そのような発言がございました。売上本数に関しては、16は300万本からアップデートなし。これガチだったんだ。結局なんか内部的には400万とか500万とか言っていて、発表だけしてなかっただけじゃねえかと思ってたけど、本当にこれアップデートなしなんだ。で、セブンリバースとホームスターズについては数字すら開示がされていないと。一方で開示数字がないからといって売り上げが悪いというわけではないと当社。特に16に関しては18ヶ月で売る計画を立てており、そこに向けて試作を着々と打っていくとのことでした。ですので2025年の12月まで、売り続けるということか。ただ結局この1年間でアップデートが全くないといったお話なので、売上本数をここから伸ばすって相当難しい感じがするんだけど、どうなんでしょうか。ちょっとそこについてはかなり気になるけどね。なおスクエニの広報曰く、ドラクエ12は、現在ですね、開発をされていると。なので中止になったりとか、そういったところはないので安心してくれと、そのような力強いコメントもございました。ただどれだけ開発するんで続報はまだなのかっていうユーザーからの意見とか問いとかは、未だにですね、ございますから、まあ、そこに対してどう答えていくのかってところでしょうかね。まあ、結局続報がないから、ユーザー目線で言うと本当に進捗があるのかどうかわからないからね。やっぱりそういったところを気になっている方多いんじゃないかなと思いました。また開発事業本部制を改め、5つのコンソールゲームスタジオ、1つのスマートフォンゲームスタジオに再編成した同社。今まで個々のクリエイティビティに寄りすぎていた姿勢を改め、縦割り文化をなくして組織のマネジメントとの、調和といったところを重視する体制の転換を目指していくと。なので方針転換をしていくと、でそこでリカバリーをしていくといったところが、改めて触れられておりました。いやー、非常にこれは厳しいんじゃないでしょうか。まあ厳しいとしかちょっと言いようがないよな。まあとりあえずこのような状況となっておりますね。ホームスターズか。まあ決してこのゲームも面白くないっていうなんか断言もできないゲームでして、まあ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 、人によればね、普通に面白いじゃねえかっていう方もいるかもしれないし、まあなんだろう、中途半端というか、まあ16に関しても、まあ冒頭でも言った通り決して悪い数字ではないんだけど、やっぱり開発費に対して全然売り上げが届いていないと。結果として業績に、ダメージを与えてしまったと。
で、そういったゲームが数多くあることによって、かなり厳しいんじゃないかっていう投資家の見立てとなっていると。まあ投資家というかもうユーザー目線から見て、これ結構どころか相当厳しいんじゃねえかって思ってしまいますよね。まあかなり厳しいでしょう。まあこれからどうなっていくのかっていうところですよね。で、結局なんかイアリスも死んでるし、FF7 リメイクの最終作においても、こちら購入される方ってそんなに多くないんじゃないか、もう結末が分かってしまってるし多分みんな買わないんじゃないかっていうような意見も出ていたりとか、正直なんかここから上向いていくっていうところが、なかなか材料としてないので、まあかなり厳しいのかなといったところかな。はい、まあそんな感じでございます。じゃあその中で2024年度、どうやっていくのか、どう進めていくのか、何が期待できるゲームソフトがあるのかっていった点ですが、やっぱりですね、ドラクエですかね。24年、25年に関しては、特にドラクエ3リメイクとか、で、あとその、12か。はい。まあ、これらしか逆に言うとないみたいな状況ではあるので、まあこの2本をどう売っていくのかっていったところが一つポイントになっていくのかなと思いました。まあドラクエ12はね、さっきもね、社長が自ら言っておりましたが、まあやはりね、そこのところは力を入れていくといったところもそうですし、逆に言うと、株価がストップ安になっておりますが、ドラクエ12と3リメイクぐらいしか、なんか今のところ期待できるようなソフトがないんだよな。まあ、それもそれでかなりピンチではないかなと思っているんですが、ここからどう上向いていくのかっていったところかな。まあ、セブンリメイクシリーズの最終作も、今後出ることになるかと思いますが、ただ出るとしても2027とか8とか、下手すると9の可能性もあるからね。まあ、どうなんだろうね。なんかここからどうやって浮上していくのか、売り上げを伸ばしていくのかっていう未来が、展望が全く見えないからさ、なんか一時的にダメだったとかであればいいんですが、どう考えてもこれ継続的にダメになっていくよなっていうところで、まあ一時ストップ安と書かれておりますが、まあ難しいんじゃないかな、ここから浮上っていうのは。まあそんな感じです。ただ一方で3リメイクとか12で一気に爆発すれば、また流れが変わってくるかと思いますので、まあ、逆にそこでこけてしまうとかなり致命傷になってしまう可能性もあるのかなと思いましたね。はい、まあそんな感じでございます。まあとりあえずですね、もろもろスクエニのキルー社長が語っておられましたので、今回は情報の共有となります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。いやーけどかなり厳しいですね、こう見てると。